十一レース勝ちました一号艇加原優希選手ですお疲れ様でした。シャインを引きってきました。はい,、はい、いではレース振り返っていきます。まずスタートですが全体的にかなり早いスタートでしたが。そうですね。まあ、しでしびれましたね。風向きが変わったりとか。まあ、多いでしたね。うん、はい。その分っていうのもあるんですかね。はい。そして。 ブスジマ選手がここはまくり差し、来るんですが。はい、このターン、いかがですか。ああ、まあ、まあ、もう。先行されてたんで、あんなもんですかね。はい。はい。そして、ターンからの直線の船足というのはいかがでしょうか。そうですね。あのー、まくり差しも。あのー、かわせたんで、あのー、まあ、足自体はいいと思います。はい。 今日は一日時間があったかと思いますが、どんな調整されてきたんでしょうか。そうですね。あの陰性なんで、あの回り足とか離れとかその辺の不安な部分を解消しようと思ってあのペラ調整していきました。はい。その離れ等は解消されましたか。してますね。はい。では調整の回あったというところで。そうですね。はい、はい。明日に向けてはどのあたりさらに上積みを考えていらっしゃいますか。まあそうですね。今のベースでまあもう気温に合わせてってところだと思うんですけど。